はい、どうも、こんにちは。今回はですね、メルカリで購入した、商品を開封します。購入したのは、漫画本になりますね。では、開封します。とても素早い対応でありがたかったですね。今まであんまり僕欲しいものそんなになくて、メルカリも、売るものは結構あると思うんで、売りたかったんですけど、ちょっといろいろちょっとめんどくさくて、ちょっとできていなかったっていう感じですね。これからちょっと売りに出していけたらかな、いいかなとは思うんですけど、実際あんまり利用してないですね。でも、かなりおすすめだとは思います。でもちょっといろいろあれですよね、なんていうか、なんか公式でも言われてましたけど、商品を購入の手続きまで行って、購入しますってなってからお金振り込まなかったりっていうのが増えてたり、あとコメントだけして逃げたりっていうのはよくあるようには思います。購入したのはテラフォーマーズのコミックの方ですね。ですね、コミックが今11巻まで出ていまして、でこちらはおまけということで、DVD ですね。確か11巻が付属だったような気がします。こちらは1ブルーレイのブルーレイ DVD 2巻分ですね。2巻分というかお話が2つ入っていますね。漫画で言うと、確か本編、アニメ本編は確か2巻からだったと思うんです。その 1巻の部分が確か DVD になっていったような気がします。ティンが表紙なんですけれど、ティンと、イチローですね。表紙になっています。短い動画になっちゃいますけど、とても、じゃあ表紙だけとりあえず、周りだけ紹介していきますか。一巻は小町館長で、はい、こちらですね。とても状態がよく、はい、かなり安かったかなと思いますね。二巻はマーカリですね。はい。で、3巻はミッシェルですね。で、4巻はアシモフですね。はい。はい。これ。びっくりした。5巻は、名前がね、アドルフですかね。アドルフでマルコス、6巻がマルコスですね。7巻がピント合ってなかったですね。これ寄せてるからかな。7巻はアレックスですね。で8巻は名前をすぐ忘れちゃうんですよ。リュウですね。8旧ジョセフですね。で、10巻はまた館長ですね。変態語ですね。
で11巻は刑事ですね。僕はあの刑事が一番好きなキャラで、もうすごくなんか人間性とかもすごい本当男らしくて、それでいてなんか優しいっていう、本当に現実にいてほしいなっていう、そういうキャラですね。はい。で、こちら DVD ですね。はい。では今回は、ただの紹介動画でしたけど、今回はこれで終わりたいと思います。皆さんもメルカリとか、もうぜひテラフォーマーズも面白いと思うんで、はい。読んでいただけたらいいなと思います。絵がとても綺麗で、かっこいいんで、はい。特に推したいところは、そうですね。内容も本当に、あれですね、展開が面白くて。はい。原作も立ち読みとかしてみようかなと思いますね。ここ全部読んでから。はい。というわけで今回はこれで動画を終わりたいと思います。ご視聴ここまでありがとうございました。では、さようなら。